日本でだったら何したっていいだろう。富士山なんて世界的に見れば大した山じゃないしな。私たちの暮らす日本には年々多くの観光客が訪れます。東京や京都などの街を歩くと特にわかりますが、街には様々な国の人々が溢れていますよね。わかりやすいピクトグラムや外国語での案内など、外国人観光客をサポートするためのシステムも整備されており、彼らが日本で過ごしやすく楽しんでもらえるために私たちは努力をしています。また外国人が訪れるのは都会の街中だけではありません。近年では登山やハイキング、キャンプなどを楽しむ人たちも多くおり、田舎の街でも外国人観光客の姿を見かけることが多くなりました。そんな中、富士山に登る人も多いんだとか。富士山は皆さんご存知の通り日本一高い山です。私たち日本人でもそんな富士山を登るのは簡単なことではありませんし、事前準備や十分な知識が必要です。しかし、そこを曖昧にしたまま登山をする外国人が近年増えているのです。今回は富士山に登った中国人たちに関するエピソードをご紹介しつつ、彼らの行動がいかに非常識であったかをお伝えします。一体どんなことがあったのでしょうか。1. 富士登山のルール。富士山は静岡県と山梨県にまたがる日本で一番高い山です。標高は3776メートルあり、その美しい姿は古くから浮世絵などでも描かれ、世界でも非常に有名ですよね。2013年には富士山信仰の対象と芸術の源泉として世界文化遺産にも登録されました。古くから日本には山岳信仰という山を崇拝する信仰がありましたが、富士信仰はそのうちの一つ。古代から人々の心を支えてきた霊山でもあるのです。外国人にもファンは多く、日本の象徴として愛されているものでもあります。そのため、富士山に登ってみたいと考える人は国内外を問わずたくさんおり、多くの人たちが山頂を目指して富士山に挑んでいます。2024年は9月10日に富士山は閉山しており、冬季は登山ができません。2024年の閉山日までの登山者は20万人を超えています。日本最高峰の山でもあり、登頂は非常に大変なことです。それでも登りたいと思う人たちが多いのは、富士山の魅力が素晴らしいことを示しているのでしょう。さて、世界遺産にも登録されている富士山は、登山に関して様々なルール、マナーが存在しています。例えば、以下のような行為は明確な違反です。まずは動植物の採取。花や実、昆虫も採集はできません。また、小石や溶岩を拾ったり、持って移動したりしてはいけません。せっかく登ったのであれば、記念に何か持って帰りたいと考える人もいるかもしれませんが、これはしてはいけないことです。落書きやテントの設営も持ってのほか、富士山にはテントを置けるテントサイトがないため、宿泊には山小屋を利用する必要があります。これらの行為は国立公園特別保護地区及び特別名勝指定区域で禁止されていることであり、自然公園法第21条に反します。違反した場合は禁錮や罰金などを科せられる可能性もありますので注意しましょう。しかし、これらをしっかり把握せずに登山に挑む人たちがいるのも事実。その中には外国人観光客も含まれ、最近は中国人の行いが問題視されています。次ではそのエピソードについてご紹介していきましょう。2. 富士山での中国人の蛮行。私の名前はゆかり。都内で働きながら休日は趣味でキャンプや登山をすることが多いの。そんな私の自慢は富士山に登ったことがあるということ。今の夫と結婚する前に2人で登ったのがとても思い出に残っているの。結婚して3年が経って、私たちはまた富士山に登ろうという計画を立てた。休暇を数日取って一緒にまた登頂を目指すことにしたの。富士山に登るのは簡単ではない。
知り合いを通じてガイドを頼んで一緒に来てもらうことになった。山小屋もしっかりと予約したし、準備を万端にして向かったわ。数年ぶりの登山はとても疲れたけれど、とても楽しかった。前に登った時の思い出を語りながら、夫と励まし合いながら登ったわ。でも結構驚いたことがある。外国の人たちが思ったより多い気がするの。アメリカやヨーロッパ方面から来たらしい人たちもいたし、中国語や韓国語を話すアジアの人たちもいた。前も少しはいたような気がするけれど、その時よりもなんだか増えたなって思った。多くの人たちに富士山の良さが伝わるのはとても嬉しい。私たちが5合目に到着し、山小屋で休もうとした時のこと。もう結構遅い時間になってしまっていたの。山小屋に入ろうとしたら、何かにつまずきかけてびっくりしてしまったわ。足元を見ると毛布にくるまった人だった。顔を少し出した男性は金髪で、どうやら外国人だったみたい。私は困惑した。きっと山小屋の予約を取らずに来たのね。山小屋への宿泊なしで夜通し歩き続けることなんてできるわけがない。まずは山小屋の手配をするのが必須なのに、それをしていないみたい。季節は夏だけど、当たり前のように標高は高くて夜はとても冷える。彼はここで一晩を明かすらしいけど、どうも海外の人たちは準備不足なような気がしてならない。私たちは山小屋で夜を明かして、翌朝早くに山小屋を出てまた登山を再開することにした。そのまま登り続けて8合目に着いた頃、なんだか周囲が騒がしい。何？と思うと、目に入ってきたのは富士山を巡回パトロールしているスタッフだった。そこで私が見たのは信じられない光景。富士山なのに真っ赤な炎が見える。私と夫は顔を見合わせた。そこにあったのは焚き火の炎だったのよ。え？どうしてこんなところに焚き火が？富士山での焚き火は禁止。そんなことは常識だと思ってた。焚き火を囲んでいる男女グループ、たまに聞こえる言葉から中国人だということが分かったわ。ここでは焚き火をしてはいけないと強い口調で注意するパトロール員の声。中国人たちはキョトンとした顔をし、それから少し笑っていた。だけどスタッフのあまりの強い口調や周囲の冷たい目に負け、ようやく火を消し始めた。そして木の燃えかすを残して彼らは立ち去っていく。ここの木を拾って火をつけたみたいだね。夫は中国で仕事をしていたことがあるから中国語が少しわかる。中国人たちの言葉を少し聞き取ったみたい。反省してる？私がそう尋ねてみると、夫は呆れたように首を振った。日本なんて何したっていいだろ、歴史の浅い国だし、みたいなこと言ってたかな。多分全然反省してないね。罰金か禁錮になるって聞いて仕方なくって感じ。私は心から呆れてしまったわ。事前にしっかりルールを調べてこなかった上、侮辱するような言葉を吐くなんて。彼らにここに立ち入る資格はない。そう思いながら、しばらく先を行く彼らを見ながら進むことになった。だけどしばらくしてまた前の方が少し騒がしくなった。中国語の大声が聞こえる。バタバタと下山する足音とともに、先ほどまでの中国人たちが私たちの横を通った。グループにいた女性が2人、口や頭を押さえていたの。足取りがおぼつかない。一瞬だけ見た顔色は真っ青だったわ。高山病かな、と夫がつぶやいた。体調が悪くなったんでしょうね。ここから下山するのは大変だと思う。山小屋も結構いっぱいだったしね。天罰じゃないか、と誰かが言った。それは確かにあるのかも。ここは古くから多くの人たちの信仰を集めてきた霊山だものね。無礼な行いをする人たちは締め出されてしまうのは当然。富士山は彼らを拒んだんだと私は思った。富士山の中にあるものは富士山の一部だと思っている。それを粗末に扱い、侮辱的な態度を取る人を日本人も富士山も受け入れないわ。
外国人が来てくれるのはいいことかもしれないけれど、彼らは行き当たりばったりであることがとても多い。知らなかったから仕方ないでは済まされないことよ。こんなことが続くなら外国人登山客への制限があって叱るべきかもね。これから真剣に日本側も考えていかなきゃいけないわ。3、外国人の弾丸富士登山。海外から来る人たちも富士山に興味を持ってくれる。それ自体はとても喜ばしいことです。登りたいという気持ちを持ってくれることもありがたいことだと言えるかもしれません。しかしそれだけでは済まない事態も多くあります。彼らは富士山に対する事前知識が圧倒的に足りていないことが多いのです。私たちはしっかりと防寒し、登山靴を履き、食料などの荷物を持って臨みますが、最近は T シャツやスニーカーで登る外国人が後を絶ちません。 T シャツ姿で登頂し、ライトや食料を持たずに遭難してしまったアメリカ人のニュースが報じられたこともありましたよね。実に痛ましいことですが、死亡事故も数件起きてしまっています。また他にもたくさんの問題行動を起こす外国人がいるのです。ゴミのポイ捨てやペットの連れ込みなども横行しています。また溶岩や石などを拾ったり、別の場所に動かしたりしようとする外国人もいます。些細なことですが、これは文化財保護法に反しているのです。このようなことも知らずに訪れる外国人が多いのは非常に悲しいことです。富士山でのマナー違反の様子を見ると、非常に多いのは中国人のグループでした。彼らが自分自身の行動を顧みない限り、今回ご紹介したように天罰が下ることはまたあるかもしれません。4、外国人登山客への日本の対応。日本はこのような人たちに対し何か対策を講じているのでしょうか。富士山は2024年になり、入山に際して新しい規制を導入しました。山梨県側の登山ルートでは5合目にゲートを設置し、1人2000円の通行料を徴収することになったのです。また混雑防止のために1日あたりの登山者を4000人までとしました。そして弾丸登山の対策として、午後4時から翌日の午後3時まではゲートを閉鎖することとしており、夕方などの遅い時間帯に山に入り始める人が出ないようにしたのです。さらに外国人登山客への注意喚起も強化しています。在日大使館や外国人向けの旅行会社などを通じて、山小屋への宿泊を伴わない夜間登山は危険なので絶対にしないようにという旨の注意喚起を行い、無謀な登山をする人たちが出ないように工夫を行っています。その結果として、2024年7月以降にはそのような危険な弾丸登山を行う外国人たちがほとんどいなくなったんだとか。しかし規制の行われていない静岡県側のルートにおいては、まだルール・マナー違反を行う外国人はゼロになっていないようです。外国人登山客が山小屋の前で寝袋にくるまって休んだりする姿も見られています。季節は夏ではありますが、高い山の上はやはり冷え込みます。そのあたりを甘く見ている人たちがきっと多いのでしょう。静岡県側のルートも今後規制を導入する見込みだということです。これからもきっと外国人観光客は増えていくでしょう。彼らの意識がしっかり変わるよう対策を続けなければなりません。古くから信仰の対象であった富士山、一体なぜ神として崇められるようになったのでしょう。富士山は活火山です。最近はあまり聞きませんが、かつては噴火していたこともありました。激しく火炎を吹き上げる姿はとても恐ろしくもあり、また神々しくもあったといいます。人々はそこに神を重ねていました。そのため富士山の見えるところに遥拝所を設け、祈りを捧げるようになりました。富士山には神がいると信じられてきたのです。昔の人たちは遠くから富士山を仰ぎ見ることで崇拝をしてきましたが、だんだんと富士山に登る形での崇拝の文化も生まれました。
そういう意味では私たちが現在行っている富士登山も崇拝です。古くから富士山を愛してきた様々な人たちの思いの宿る場所に足を踏み入れているということを、富士登山を行うすべての人がしっかりと理解しなくてはいけないのではないでしょうか。海外の人であっても日本を訪れて日本の信仰に触れるのであれば同じです。日本人と同じ心を持って富士山に接してもらいたいものです。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。